ロードパルは、ホンダ技研工業が、かつて製造販売していたオートバイである。本モデル販売開始以前は、女性の免許証保有比率が20%近くも、ありながら10人に1人もオートバイに乗っていないことが、同社の調査で判明したことから、学科試験だけで、運転免許が取得できる、原動機付き自転車で、 さらなるユーザー層の獲得を狙って1973年から企画開発された。商品化にあたっては以下のコンセプトが重要視された。1976年に標準現金価格59,800円で発売。極めて廉価かつギアチェンジの煩雑さからの解放やメンテナンス省力化などの扱いやすさから輸出も含み1年間で25万台の売り上げを 記録するヒット商品となった。テレビコマーシャルをはじめとするイメージキャラクターには国際的女優のソフィアローレンを起用。実際に運転させ女性のオートバイに対する抵抗感を払拭することに成功した功績も大きいと言われている。CM 内でソフィアローレンが発したキャッチフレーズのラッタッタは本バイクの通称ともなり、 気軽に乗れる印象をさらに深めることにもつながった。その後は好評により改良が実施されたほか、派生車種もラインナップ。1983年まで生産された、形式名 NC50。最高出力 2.2PS のクー単気タンに、ストロークティストンリードバルブエンジンを搭載するが、以下に示す、従来のオートバイと大きく異なる。 新機構が多数採用された。タップスターターのペダルが固く感じるまで踏み込み、指導用のゼンマイが巻かれる続いて、後輪ブレーキレバーを引いて、ゼンマイを、開放ゼンマイの復元力で、クランクが回りエンジン始動パルディンロードパルエス本モデルの爆発的ヒットは、ライバル会社が本モデルと競合するコンセプトを持つモデルを発売。さらには販売競争にも発展した。 この結果オートバイ生産は滑張を停止1976年には130万台、1977年には162万台、1978年には198万台とファミリーバイクを中心に順調な伸びを示した。しかし、ホンダ技研工業とヤマファ発動機の間はさらに過激な値引き販売競争を激化。 1970年代後半から1980年代初頭にかけ行われた HY 戦争となりパッソルがステップスルースクーターのためホンダ技研工業もタクトを発売その一方で本シリーズは標準現金価格から半額近い値引き販売を実施客寄せ的戦略が行われたが性能向上とは異質な競争となったことから 末期には安かろう悪かろう的なイメージが持たれた。1983年に本シリーズは生産中止になったが、上述したライバル会社間の販売競争の結果、3社ともファミリーバイクの販売主力をステップスルースクーターに移行させたことから、タクトが事実上の後継者となる。より簡易な原動機付き自転車という視点からの後継者としては、 1984年にモペットのピープルが製造販売開始された。しかし引き続く価格競争の面でスクーターに対するメリットもなくあくまでもエンジンは補助動力というコンセプト並びに1986年には道路交通法改正により原付もヘルメット装着が義務付けられたことから販売面でも苦戦し製造が打ち切られた。 ありがとうございます。